皆さんこんばんは、東京女子流です。桃色歌合戦東京女子流は5度目の出演ということで、本当に毎年ありがとうございます。ありがとうございます。2022年大晦日、今日がやってきましたけれども、ついに、なんか本当に嬉しいことに5回目ね、出演させていただいて、その度にあ、もう今年も終わるんだっていう、それが実感できるよね。なんか1年をファンの皆さんもそうだし、あの桃色歌合戦みんなで締めくくれるのがすごく幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな私たちの2022年は、なんと言っても結成そしてデビュー12周年という1年だったので、こう12周年記念ライブを行わせていただいたりだとか、あとは約7年ぶりのアルバムをリリースさせていただいたりとか、グループとしてもね、とってもこう皆さんと共に思い出もたくさん作ることができましたし、いい作品もこう皆さんに届けられた1年になったんじゃないかなと思います。充実してた。はい、じゃあ来年に向けて泣かれちゃう。はい、来年はね、まあ、うさぎ年ということで、まあ、うさぎにかけましてじゃないですけど、もっともっと、まあ、13周年に突入する東京中がぴょんと跳ねる1年にできたらいいなと思います。以上、東京中でした。